こんにちは、ゆうです。パーズナーのお時間です。はい、今日お楽しみの方おめでとうございます。はい、あのね、今日ね、あの動画ネタちょっと若干困ってたんですけど、はい、もうほんまにこのビッグタイム、ベストタイミングで、はい、パーズナー新情報というのが来たので、はい、それをねちょっと見ていきたいと思います。はい、パズドラ Z 10周年記念コラボゴッドフェスがやってくるということで、よし、スーパーゴッドフェスが開催ということでですね、2023年12月12日でパズドラ Z 発売から10周年、それを記念して魔法石5個で1回回すことができるレアガチャパズドラ Z 10周年記念コラボゴッドフェスを開催ということですね。これが12月15日、明日の12時から始まりますと。式神と入れ違いですね。はい。あと、アバロンのエッグの一部のパズドラ Z のキャラクターがもうパワーアップで、今後ともダンジョンキャラもパワーアップされるということでね。はい。これはどうなんでしょうね。はい。ピックアップキャラがね、ちょっとパーセンテージによると、大概1、4、5個のイメージだと、フェス限が 1%、またそれ切るかぐらい、サイリアで言うとね、フェス限星8だということなんで、僕はね、どうやろ、これは。メインアカウントは多分ね、持ってるんで、この上の上位のキャラクターは。個人的に無課金アカウントは引かないかな。まあ、本当にどうしても欲しいキャラがね、いる方とかは、引いてもいいと思うんですけど。それをね、ちょっと性能をちょっと見ていきましょうか。はい。アバロンドレイクですね。はい。アバロンドレイク、どんな許可が入ったかというと、まあ、亀裂がね、圧縮されて、はい。スキブが、6つになるとデフォルトで、はい。それで、封印があって、7コンボ許可が圧縮されたと。7コンボの圧縮の許可が 2つになって、運行感も圧縮されて2つ続いたと。で、超つなぎ石が、超覚醒で追加されましたと。はい。あとは3コンボスキルがね、2ターンで2コンボ加算ダメージ吸収を無効化だって、ロック解除でキー非開陣だったのが、3ターン内で3コンボ加算になって、はい、もうダメージ吸収も3ターンと、属性吸収も3ターンと、はい。ロック解除し、キー光陣に変化ということで、リーダースキルも若干パワーアップしてるのか、うん、貴族性の、ちょっと待って、もうちょっと大きくしようか、こっちだけで見ようか。貴族性の神タイプと HP と攻撃力が 4.5 倍。キー光の同時攻撃でダメージを。攻撃力が8倍。固定500万ダメージ。でリーダースキルの倍率で言うと、36倍になりましたね。36倍か。で、今までが、22.5 倍ぐらいですかね。はい。だいぶ倍率上がったといえど、まあね、すでにね、持ってる方が多分、多いのかな。まあ、新規の方はね、ワンチャン5個でね、引いてみる価値はあるかなと思うんですけど、まあ、パズドラね、ちょっと前から遊んでて、このキャラ持ってるよっていう方はわざわざ引かなくてもいいのかなっていう性能です。で、ワンチャンね、運用方法としては、亀裂強化とか、ノーチラスとかね、ノーチラスでも君はなんか、光をノーチラスは変えるんで、クリスマス、メノアの相方というか、クリスマスメノアね、どうしても使いたいという方は、無効貫通役割とかね、あとは、スキブ要因、亀裂強化にもなるんで、はい。キドロップ、亀裂強化のエンハの数だけパワーアップしたりとかもするんで、はい。ワンチャンどうしてもね、サブのダメージ吸収枠がいないよっていう方からしたら、スキブ枠にもなりますしね、入れるのもありなんじゃないかなとは、妥協点かな。スキブ8にできるんでね、はい。んな感じですかね。アバロンドレイクに関しては。はい。で、こちらアポカリプスですね。アポカリプスが、バインド回、超バインド耐性、バインド耐性プラスに、スキブプラス、で、封印、暗闇、浮遊、中、コンボ強化2つ、で、ツウェイの圧縮が1つ、で、光の熱圧縮が1つか。で、スキルが2ターン内のダメージ吸収と属性吸収を無効化、6個解除し、盤面を光、闇、回復に変化。自分以外の味方スキルが一旦溜まると。リーダースキルが光属性のドラゴン、光属性とドラゴンタイプの全パラメータが 3.5 倍。で、光闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍。3コンボ加算となっておりますね。はい。光闇でね、今パッと思いつくのが、どれやろう?もうちょっと、今ちょっとパッとね、思い浮かばないんですけど、はい。これは、どうかな。ワン
ちゃんね、今流行りのウォリアーオブナイトマーベルには入るか入らへんかなぐらいですね。はいはいはい、ほんまに。マーベルでね、その変換色が闇っていうのと、はい。でね、これを使ってから使っちゃうと、二色人、しかも光マシマシの感じになっちゃうっていうので、あと、ダブルマーベルとね、ちょっと完全暗闇耐性っていう役割も若干被っちゃってるんで、そこ代用、ワンチャン使いようによっては代用にはならんこともないんですけどね、そのダメージ吸収枠が、その多いとことかになっちゃ、なってくるとね、はい。冬も持ってるし、一応。まあ、持ってらっしゃらない方は持っといて損かも、持っといてその、損はしないかもしれないですけど、わざわざ、まあ、引くほどではないのかなと。まあ、おいおいね、そうゲットできたらいいのかなっていう点ですね。はい。光闇回復で強いキャラ。まあまあ、本当にね、おまけ、お祝い程度の強化ですかね。はい。で、こちらはね、アグニはね、ワンチャンほんまありやと思います。メタルアンタレスとか、で周回される方は、もう特にありがたいと思うんですけど、火を急行生成というのと、決戦ドロップと、はい。覚醒無効状態で HP を全回復し、ドロップを解除。火を急行解除。一旦の間、ドラゴンと悪魔タイプの攻撃力が3倍なんで、まあ、メタルアンタレスありかな。んで、あとは、ロック解除してくれるっていう点では、ロック解除と、消せない覚醒無効と HP 全開っていう点では、コロシアムとかね、消せない解除でどうしてもね、紙結びが役割になっちゃうんですけど、ワンチャンありかなっていう点を言いたかったと思う、言いたかったと思ったら、もうすぐお正月なんで、おそらくね、お正月紙結びもね、本当に強化が入ると思うので、はい、そちら、どちらかというと、メタルアンタレスをよく使われる方向きなのかな、こちらは。はい。で、リラスケは一応ドラゴンと悪魔タイプの全プラメタル5倍、火を9個以上つなげて、攻撃力が上昇、最大10倍ですね。一応、直角性で超つなげしも使えれると。まあ、本当にお気持ち程度の強化ですね、これは。はい。まあ、でも持ってたらね、多分悪さする、多分ね、パズダさんのね、パズダ Z のオリジナルキャラということで、はい。持ってたら悪さするランダンとかも来そうですね。で、こちらカースドラゴンですね。ここカースドラゴンがね、結構いいと思ったのが、はい。一応軽減ループできるキャラということでね、まず覚醒スキルが、バインド、覚醒圧縮と、スキルプラス、自動回復プラス、レイツウェイプラス、7コンボ強化の圧縮版が3つ。で、無効貫通と神キラーということで、はい。で、スキルがね、闇ドロップ強化6ターンでダメージを軽減、悪魔タイプの攻撃強化2倍、6ターン悪魔タイプ炎波なんで、はい、悪魔タイプでね、軽減がないといえば誰かな。まあ最悪ですよ、最近のキャラだと悪魔が多いといえば、まあちょっとパッと出てこないんですけど、まあ、軽減ループのキャラはね、持っててね、絶対ね、その腐ることはないんで、今後闇のね、悪魔タイプとか、で、闇のね、その泥鏡とかしたい場合に、ピンポイントで絶対必要になってくるとかあると思うんで、そんなにね、冬持ちでもないということで、もうね、サポーターっていうわけじゃないですけど、もう軽減枠として完全に回してもいいキャラなんで、全然、はい。まあ、21億ぐらい、出てもらえればいいかなぐらいの色で使えるんで、はい。サーブとしても全然入れると、軽減ループがサポーターを役割で、はい。で、リーダースキルはドラゴンと悪魔タイプの全パラメータが 4.4 倍、闇を4個以上つなげて消すと攻撃強化7倍、で、300万ダメージ。っていう点でね、本当にね、これは、本当に妥協なんですけど、多分なんかリーダーチェーンでね、ランク上げとかもできそうですね、はい。で、小学生に冬とスキルプラス7個も強化つくんか。小学生でスキル、冬つくんで、冬ついてもね、やっぱりね、やっぱ潜在がね、上限解放だけで埋まってしまうっていう、で、しかも軽減ループも兼ねてっていうので、はい、ちょっと使いづらいですね、はい。軽減ループを他のね、キャラでちょっと賄わないといけないっていう点で、ちょっと画面が大きいかな。軽減ループ他のキャラで賄わないっていう、点では、冬はちょっとつけづらいかな。アマテラスドラゴンみたいにね、局所的にね、軽減のキャラやったらね、全然冬つけて、たくさん暴れ回ってもらったらいいんですけど、
アースドラゴンに関してちょっと聴覚性を不要にするのは怖いかな。もうサポーター役割の方がおすすめかなっていうところです。で、こちらが、ドラゴン将軍ですね。ドラゴン将軍にスキル、聴覚性、アクセスがスキルプラス。で、封印、闇列圧縮、熱で圧縮、10コンボ強化が1,2,3,4,5 個か。で、一旦ね、だいぶ自分ダメージ上限が80億、自分とドラゴンタイプの攻撃力が2倍、回復を毒に変化か。ドラゴンタイプの全パラメータが 4.4 倍、毒ダメージも効果7コンボ以上で攻撃力が7倍、固定1ダメージと。はい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 、はい、そうか。まあパッと思い浮かぶのが2ターンなんでループですよね、本当に。でだからそのあれですよね、あーお腹なった。はい、パズドラ Z が本当に思い入れがある方は、リラフレというかドラゴン将軍、例えばね、イラフレドラゴン将軍でカースドラゴンをあのね、軽減ループ枠に入れてあげたりとかっていうのもありなのかなと思います。こう軽減がないんでね。はい、で全パラ強化であの使えるとこが、あの裏マンジとかね、クリアされてない方は、はい、裏マンジはね本当に高ダメージが多いんで、はい、でね、軽減もほんまに局所的で済むんで、局所的というか局所的ですね。そうですね、あんまり軽減ループも、まあ、あったら便利ぐらいなんで、はい。まあ、ワンチャンこのドラゴン将軍で裏まんじぐらいだったら全然クリアできるんちゃうかなっていうのは思いますね。で、そうですね。はいはいはい。上限解放も似てますしね。で、まあでも冬がついてないんか。冬がついてないから、まあそれも微妙なんかな。まあ今後のね、闇属性の強キャラとかに期待っていう感じですね。はい。まあまあ、冬がないダンジョンでは結構強いと思います、ほんまに。簡単にね、この覚醒だと、はい、80億で出せると思うんで。あ、そうか、自分と単体炎波がかかるからあれか、そうか、そうか、そうか。全然、超重力化でもあれか。80億いくんか。ああ、すいません、すいません。これはすいません。盲点でした。はい。毒を捨てて闇を、ドラゴンタイプか。まあ多分今後出てくるんでしょうね、多分。多分しか言ってないですけど。はい。で、期間中、開催記念、ゴッドフェスが1回回せると。はい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 、はい。で、適所確率はね、あの皆さん確あの気にされてる、あの、異なりますと。はい、今回は。はい。無料ガチャからは。はい。だ無料から出たら、ラッキーぐらいで。はい。で、モンスター交換所にイベントメダル、二次メダルも設置可能という、設置可能で設置してくださると。はい。何度でもですね。何度でもと一度キーが2枚と。はい。まあ本当にね、記念して強化されたという感じで。はい。アバロンドレイクはね、結構そのランダムの代用とかでも使われることが多いので、はい。そこにね、3コンボ加算がループになったっていう点では、ランダムでワンチャン使われることがあるんか。ぐらいかな。あんまりごめんなさいね。ランダムガチ勢が言ってもあんまり説得力ないんですけど、はい。そんな感じですかね。はい。では、開催期間は明日の12月15日、金曜日12時からということで、はい。僕は柴犬丸は、まあ、無料ガチャ1回回すぐらいかな。やっぱりね、その他のね、あれは魅力的すぎるんで、クリスマスガチャの、はい、交換場とかね、はい。今10体交換できるんでね、そっちに優先かな。はいはいはい。あと、竜明とかね、回したい方も、引きたい方もいらっしゃると思うんで、はい。あと、あれか、式神の他のキャラ、はい。こんな感じですね。あと、フェスゲームも、多分確率は若干低いんでね、これは無課金の方はあまりおすすめはしないかなというガチャですね。はい。別にね、もう、札束で叩く戦いをされる方は、全然、がっぽりね、はい。引いて、もうね、おそらくなんかもう局所的に使えるとこはね、汎用性はね、ないんですけど、はい。局所的に使えるケースは、まあ出てきそうな、ちょっとスキルをしてるんで、全体的に見ると、はい。そうですね。はい。そんな感じですかね。あんまり長く語っても僕にあまり説得力がないので、ここら辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さん、どうですか？このガチャ、引くか引かないか、ぜひぜひ、感想やとか、引きますとか、引かないですとかね、今回はステイとかね、ぜひコメント欄で、
コメントくださると、コメント欄でコメントって当たり前か。はい。コメント欄に、ご意見くださると嬉しいです。ちなみに僕、柴犬まだね、本当に無料だけにしておきたいなと思っております。はい。ワンチャン、アグリゲートか、カノクロネが出たら、ラッキーかなっていうぐらいでね。はい。おそらくね、この上の段の方は多分確率が高いと思うんで、持ってない方で、どうしてもちょっと前々から欲しかったなって思う方は、引かれるのも、いいんじゃないかなと思います。はい。それでは今回はここら辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひぜひ、本当にコメントくださると嬉しいです。はい。あと、それ概要欄の X や、いろいろ概要欄に貼ってあるものをすべてフォローしてくださると嬉しいです。すべてで、はい。ついでにね、チャンネル登録、高評価もしてくださると嬉しいです。それでは、今回はね、お相手は、私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。